唐津発電所は、佐賀県唐津市に有子こさんの213にあった、九州電力の石油火力発電所。1967年9月に1号機が運転を開始、3号機までが建設された。1号機は、当初石炭戦勝だったが、後に重油戦勝に転換した。その後、老朽化に伴い1989年に1号機が廃止された。 石油火力発電所であるため原油高の影響を受けやすいほか、不況による電力需要の伸び悩み、設備の老朽化などにより、2004年10月から2、3号機も長期計画停止していた。停止中も維持コストがかかることから、九州電力は2014年3月に廃止方針を発表、2015年6月30日をもって廃止した。 撤去費用に40億円程度かかると見込まれているものの九州電力の経営状況が悪化していることから廃止時点で解体時期は未定となっている。なお、この発電所は玄海原子力発電所から約1 2トルで唐津市街地にあり同発電所の事故発生時に広報支援の拠点に位置づけられているため施設の一部は残す方針。跡地利用については近くに クルーズ船誘致の話もある。唐津港や西唐津駅があること、観光用途や製造業での活用の声があることなどを踏まえて、九州電力、唐津市、佐賀県の3社で協議を行っていくものと報じられている。2020年7月31日、48歳の旧電男性社員1名が煙突撤去工事の状況確認のため階段を移動中に墜落し、 同日現地にて死亡が確認された。さらに2021年2月20日、発電所の煙突解体作業現場で作業員が40メートル下の地面に転落して、搬送先の病院で死亡が確認された。ありがとうございます。